What is up, YouTube? This is part 11 of my Tales of the Abyss gameplay series. Last we left off, I just finished the boss fight with Arietta and the Sword Dancer, and I came back to town right before we were about to head off on the ship. And yeah, it's also been a while since I did my last recording, mainly because of a couple of things, but I would say Pokemon Go be a big factor to that. I've mostly been just walking around trying to catch Pokemon, and yeah, it's been fun, but I thought it's long overdue for another recording, so. I'm pretty sure this game reuses some, resources when, you're in certain parts. Because this area looks exactly like how the cabins of the Tartarus look like. ルーク様、グランツ領将がお呼びです。甲板でお待ちくださいとのことですが。バン先生が。わかった。せっかくの船なのに頭痛とか来やがるし、たか。ま、でも悪くないかもな。海もすごい。いちいちはしゃぐじゃねえ。僕、海は初めてなんですの。びっくりしたんですの。ちったく、海ったって大したことねえじゃねえか。やることもねえし飽きしまったっつうの。でもご主人様、さっき悪くないって言ってたですの。ばこの豚猿、俺が喜んでるってのか。あミュッミュッ。Here's Guy. お前、俺と初めて会った時のこと覚えてるか。だから覚えてねえっつうの。誘拐される前じゃんか。そうだよな。うん。お前全然違うもんな。はあ？いや、お前がお前でよかったってことだよ。この船には女性士官がいないんだ。ほっとしたような、寂しいような。この船に。ここには、同志への反逆罪に問われている妖獣のアリエッタが捕らえられています。乱れに近づかないでください。There's a treasure chest here. Orange gel. Okay. If I go that way, that's where I'm supposed to go, but let's see if there's anything else. Oh, yeah. I don't think. Yeah, iron bracelet's weak compared to the items I have. もしも自分が自分でなかったらどうします？はあ？何言ってんの？いや、我ながらバカなことを聞きました。忘れてください。いつかあなたは
私を殺したいほど恨むかもしれません。いや、もう恨まれているか。いつかあなた、いや。So it's what Guy and Jade were talking about is something you learn a little bit later in the game. It also has to do with the overall meaning that the game is supposed to portray. The Tales games, they all follow a certain theme, and for Tales of the Abyss, it's Umareta Imi o Shiru, or to know the meaning of one's birth, which is also the name of a soundtrack for this game. It's also a bit of a hint to, what truth there is behind Luke's character. 今回のことでインゴベルト陛下の不況を買って和平が失敗しなければいいのですが。大丈夫だよ。おじ上にはちゃんと話をする。父上と母上にも頼むし。そういえばルークのお母様は陛下の妹君なんですよね。そういうこと。ま、安心しろって。アリエッタにはかわいそうなことをしました。変なこと聞いていいですか？何？ルーク様はティアさんのことどう思ってますか？好みのタイプかな。はあ、そうですか。私もティアさんみたいに胸が大きくなりたいな。そしたらルーク様に釣り合えるかもしれないのに。私まだ子供だけど、ルーク様が大好きです。バカ、変なこと言うなよ。ルーク様かわいい。ルーク様かわいい。あなたは正式なセブンスフォニマーじゃなかったのね。お前前もセブンスフォニマーがどうとか言ってたの。それって結局何なんだ。家庭教師に習わなかった。知らねえよ、記憶がねえんだもん。記憶障害を起こしてるのは7年前まででしょ。その後は勉強しなかったの。他に覚えることが山ほどあったからな。親の顔とかさ。全ての物質にはフォニムが含まれていて、フォニムは6つの属性に分かれているの。なんだよ、教える気になったのか。このフォニムを星の近くにあるセルパーティクルと結合させると膨大な燃料になる。だからセルパーティクルを上空の音符帯に通して世界中に燃料を供給する半永久機関を作ったの。これがプラネットストーム。難しいな。それで？ところがプラネットストームは6属性のフォニムとセルパーティクルの突然変異を引き起こしたの。そうして誕生したのが7番目のフォニム。これがセブンスフォニム。これを用いて不術を操るのがセブンスフォニマー。なんだか途方もない話だな。でも俺はフォニマーじゃねえぞ。だけどあなたは私と超振動を起こした。セブンスフォニムを使う素養があるんだわ。これだけは先天的な素養だから。遅いや、ジェイドは使えないもんな、セブンスフォニム。ええ、セブンスフォニマーは数が少ないの。スコアを読むスコアラー、それにヒーラーもセブンスフォニマーね。要するに特別なフォニムを使える特別なフォニマーってことか。ごめんなさい。なんだよ、どうしたんだよ急に。私あなたの記憶障害のこと軽く考えていたみたい。今まで私あなたに意地の悪いことばかり言っていたわ。
別にそんな。本当にごめんなさい。深呼吸しよう。そうだ、そのままゆっくり意識を両手の先に持っていけ。ルーク、私の声に耳を傾けろ。力を抜いて、そのまま。ルーク、大丈夫か？超振動が発動したのだろう。超振動、タタル渓谷に吹き飛ばされた時の。確かにあの力の正体も超振動だ。不完全ではあるがな。先生、俺どうなっちまったんだ。お前は自分が誘拐され7年間も軟禁されていたことを疑問に思ったことはないか。それは父上たちが心配して。違う、世界でただ一人単独で超振動を起こせるお前を木村須賀で飼い殺しにするためだ。もう先生待ってくれよ。何が何だか。大体超振動って。超振動はセブンスフォニム同士が干渉し合って発生する力だ。あらゆる物質を破壊し再構成する。本来は特殊な条件のもとセブンスフォニマーが二人いて初めて発生する。それを俺は一人で起こせる。今みたいに。そうだ、訓練すれば自在に使える。それは戦争に有利に働くだろう。お前の父も国王もそれを知っている。だからマルクともお前を欲した。じゃあ俺は兵器として軟禁されてたってのか。まさか一生このまま。ナタリア王女と婚約しているのだから軟禁場所が城に変わるだけだろう。そんなのごめんだ。確かに外は面倒なことが多いけど、ずっと家に閉じ込められて戦争になったら働けなんて。落ち着きなさいルーク。まずは戦争を回避するのだ。そしてその功を内外に知らしめる。そうなれば平和を守った英雄としてお前の地位は確立される。少なくとも理不尽な軟禁からは解放されよう。そうかな先生、本当にそうなるかな。大丈夫だ、自信を持て。お前は選ばれたのだ。超振動という力がお前を英雄にしてくれる。英雄、俺が英雄。着いたようだな。ここでバチカル行きの船に乗り換えだ。元気を出せルーク。未来の英雄が暗い顔をしていては様にならないぞ。はい。私はここで失礼する。アリエッタをダートの監査官に引き渡さねばならんのでな。
先生も一緒に行こうぜ。後から私もバチカルへ行く。わがままばかり言うものではない。だ船はキムラスカ側の港から出る。キムラスカの領事館で聞くといい。ティアモ、ルークを頼んだぞ。セブンスフォニム超振動か。そんなもんのために軟禁され続けてたまるか。でも戦争回避で俺の力を認めさせて英雄になれば自由になれる。ルーク、どうかしましたか。あ、いや、なんでもねえよ。それより絶対に戦争回避しような。ええ、もちろんです。あとは領事館に行って船に乗るだけだね。ルークの大冒険もひとまず終了か。おいおい、大冒険じゃねえっつーの。それにバチカルについてもまだ終わりじゃねえぜ。そうそう、ルーク様にはバチカルについてもまだ重大な任務が。陛下への取り次ぎが残ってるか。私をご両親に紹介するという任務も。お、父上たちに会いたいのか。会ってけばいいんじゃね。マジ急展開な予感。よう分からん。ああ、なんだかごちゃごちゃすげえ街。まあな、世界中のものが集まるって言われてるからな。マルクトからキムラスカへ輸出される農作物や薬草は必ずケセドニアの領事館で監査を受けるんだよ。当然キムラスカから輸出されるものも同じ手続きをしてるな。あなたが口にしていたもののほとんどはこうしてバチカルに流通していたのよ。へえ、ずいぶん長い旅をしてきてるんだな。まあ俺たちも同じだけどな。俺たちは野菜かよ。So, I'm not sure if this will activate, but this is one of the, yeah, okay.So this person's name is Din, and, I think it's a girl. She's the one that collects all those items that we've been, getting from the search point. And she'll use them to make other things for us.
Do this one. The kind of items you can make increases later on during the game, so... Alan, this area has no need for this area. What? 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 You're a beautiful face, but it's not a good thing, isn't it? ニスのルーク様が年間に。あら、ごめんなさいね、お嬢ちゃん。お邪魔みたいだから行くわね。待ちなさい。あら、取ったものを返しなさい。え？ああ、財布がねえ。はん、ボンクラばかりじゃなかったか。よーく、あとは任せた。ずらかるよ、うるしい。動かないで。取ったものを返せば無傷で解放するわ。俺たち漆黒の翼を敵に回すた、いい度胸だ。覚えてろよ。あいつらが漆黒の翼か。知ってるよ、もうギッタンギッタンにしてやったのに。あら、財布をすられた人の発言とは思えないわね。ところで大佐はどうしてルークがすられるのを黙って見逃したんですか？いやー、バレてましたか。面白そうだったので、つい。教えるよ、バカ野郎。 It's hilarious.There's a few other side quests here.
I'm not sure if there's anything else here. アスターってやつはどこにいるんだ？アスターの屋敷はちょうど町の中央あたりにあります。国境線をまたいで立っている豪邸ですよ。じゃあそこに行けばいいんだな。よし行くか。そうだな。でもせっかくだから少し買い物していかないか。ここは流通の拠点だ。面白いものがありそうだぜ。うん、それもいいな。見てみるか。ガイ、そのフォンディスクの解析してどうするんだ？ん？どうするってことはないけど、六人称が持ってたものだし、なんか面白いことがわかるかもと思ってな。確かに貴重な情報が得られそうですよ。初歩の符号技術の記録かもしれませんけどね。日記とかだったりしてな。なわけねえだろ。いや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 、それならそれでまた別の面白みが。悪趣味だな。まあ解析してからのお楽しみってとこだな。So there's this guy right here. He sells this really strong sword called a Dragon Killer. Let me see. Oh, 740. So I think it's about the same strong as a Vorpal sword. Maybe bigger, stronger. I'm not sure. But if one of my playthroughs I've done before, where I was on a second playthrough and I chose the option to keep the gold I earned on my first playthrough, let me have just enough to buy the sword by when I got to this part. I keep checking these in rooms to see if there's anything interesting. There might not be. I know there's something in Aster's mansion. But sometimes in games there's something inside in rooms. これはこれはイオン様ではございませんか。前もってお知らせいただければ盛大にお迎えさせていただきましたもの。良いのです、忍び旅ですから。ところでアスター、頼みがあるのですが。
我らケセドニア商人ギルドイオン様のためなら何なりと。このフォンディスクを解析したいんだ。お任せください。誰か。そちらのフォンディスクを解析して届けろ。かしこまりました。よろしく頼む。イオンはこいつと知り合いだったのか。私どもは同志のお力で国境上にこうして流通拠点を設けることができたのでございますよ。商人ギルドはダートに莫大な献金をしているの。見返りに教団はケセドニアを自治区として認めさせているわけ。アスター様ってすっごいお金持ちですよね。私感激しちゃいました。わあ、私もこんなところに住んでみたいです。こちらが解析結果でございます。ありがとう。すごい量だな。船の上で読むか。では行きましょう。お世話になりました。何かご入り用の説にはいつでもこの私にお申し付けください。I remember correctly, there's a item for Anis in one of these rooms. Yeah, there it is. Time traveling hero. For those of you that don't know, the Time Traveling Hero is a reference to Quest's Alvane from Tales of Phantasia. If you saw carefully at the icon for Tokunaga when I put the item on for Anis, it was wearing a red headband and blonde hair, which is what Quest looks like. こちらにおいででしたか。船の準備が整いました。キムラスカ側の港へ。危ない。それをよこせ。ここでいさかいを起こしては迷惑です。船、くそ、何なんだ。逃がすか。ルーク様、出発準備完了しております。急いで出航しろ。は？追われてるんだ、急げ。ドジを踏みましたね、シンク。あんたか。あとはこの私に任せなさい。超ウルトラスーパーハイグレードな私の符号で、あの陰湿なロンゲンメガネを。待て、
待ちなさい。私の話がまだ終わってない。あのガイとかいうやつはカースロットで怪我してやった。いつでも苦靴にできる。あんたはフォミクリー計画の書類を確実に始末してよね。ムッキー、偉そうに。覚えてなさい。復讐日記につけておきますからね。ここまで来れば追ってこれないよな。クソ、烈風のシンクに襲われた時書類の一部をなくしたみたいだな。見せてください。同位体の研究のようですね。 3.141592653589793238 これはローレライのフォニム振動数か。ローレライ？同位体？フォニム振動数？わけわからねえ。ローレライはセブンスフォニムの意識集合体の総称よ。フォニムは一定以上数集まると自我を持つらしいですよ。それを操ると高等符術を使えるんです。それぞれ名前がついてるんだ。ファーストフォニム集合体がシャドウとか、シックスフォニムがレムとか。ローレライはまだ観測されていません。いる。はあ、みんなよく知ってるな。まあ常識なんだよ本当は。仕方ないわ、これから知ればいいのよ。なんかティアってば突然ルーク様に優しくなったね。そんなことないわ。そうだ、フォニム振動数はね、全ての物質が発してるもので、指紋みたいに同じ人はいないのよ。ものすごい不自然な話の空。ガイは黙ってて。同位体はフォニム振動数が全く同じ2つの個体のことよ。人為的に作らないと存在しないけど。まあ同位体がそこらに存在していたら、あちこちで超振動が起きていい迷惑ですよ。同位体研究は兵器に転用できるので軍部は注目していますね。昔研究されてたっていうフォミクリーって技術なら同位体が作れるんですよね。フォミクリーって複写機みたいなもんだろ。いえ、フォミクリーで作られるレプリカは所詮ただの模造品です。見た目はそっくりですが、フォニム振動数は変わってしまいます。同位体はできませんよ。なあ、もうわけわかんねえ。難しい話はやめようぜ。あ、その書類はジェイドが。大変です。ケセドニア方面から多数の魔物と正体不明の不応反応が。いけない、敵だわ。楽できそうですね。油断は禁物。いい感じじゃないか。任せろっての。相手にならなかったな。やっぱりイオン様と新章をキムラスカに届けさせまいと。船ごと沈められたりするんじゃねえか。ご主人様、大変ですの。ミュウは泳げないですの。うるせえ、勝手に溺れ死ね。しかし水没させるつもりなら突入してこないでしょう。じゃあ船を乗っ取るつもりだ。やれやれ、制圧される前にブリッジを確保しろってか。そういうことです。オラクルの奴ら、そんなに戦争させたいのかよ。めんどくせえな。面倒くさがらずに行きますよ。もうどうして襲ってくるの。海上で襲われたら逃げ場がないわ。もしかしたら敵の狙いはそこだったのかもしれないわね。
ただ無計画なだけでしょ。あれ大佐、なんだかテンション低くないですか。さっき自分で面倒くさがらずって言ってたのに。気のせいですよ。それこそ面倒なことになる前にブリッジに急ぎましょう。そうね、急ぎましょう。この一見計画性のありそうな、そのくせうさんくさい襲撃、私の予感が的中しなければいいのですが。 The person that is reminding Jada is just and you'll see why later on, but I'm gonna have to cut this part off here. So this has been part 11 of my Tales of the Abyss series. And until next time, see ya.